おはようございます。おはようございます。なぜ神がイエス様がいるならばこの世がこんなに悪に満ちていたり悪の犠牲者や、いろいろな悲しい出来事が起こるのでしょうかということで、それを考えると神様なんか信じられない、いるとは思えないという、方々がたくさんいます。ということで先週からこういうテーマを扱っています。3回ぐらいのシリーズで語りたいと思います。使徒行伝の話はちょっと今、保留にしております。また戻ってきますけど、はい、ある20歳の青年の手記より抜粋しました。ちょ時間ないんで最初にバラしたんですけど、私です学生時代にね、自分の救いの証って書いたんです。ですごくいろいろ、聖書のこと悩みましたけど、私は聖書をこんな風に信じるようになりましたっていうことを結構長く書いた中の、部分的に、抜粋してみましたが、こんなことを自分で書きました。もちろん全てが分かったわけではない、神様のことがっていうことですね。今でも聖書を読んでいて理解できないことや疑問に思うことはある。しかし人間が神について全てを理解できないのは当然である。次のように言った人がいる。聖書の中には私には理解できないことがたくさんある。また自分で理解していると思っているだけのこともたくさんある。しかし決して誤解するはずのないこともたくさんあると言った。聖書の中でも神ご自身が次のように言っている。天が地よりも高いように我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。神を信じるための十分な情報は私に与えられている。神について理解できないこともあるが、それは信じない理由にはならないということである。十字架における神の愛は私にとってすでに証明された事実であるっていうふうにね、私が時に書いたみたいです。ある青年が、未成年、はい、未成年だね、はい、この2年後ぐらいに私は、信仰が全くわからなくなり、聖書のことがわからなくなくなり、信仰を失いかけます。10年ぐらい、ものすごく悩んで必死に考えます。考えて考えて散々悩んで、結局たどり着いた結論がこれと同じ結論でした。10年間一体私は何をやってたんでしょうかっていう話であります。分かんないことあるよと。だけど分からないことが神を信じない理由にはならないよね。だって人間には当然知り得ないことがいっぱいあるんだからっていう、そういう、論理は私は成り立つと思っていて、だけど分かることはいっぱいあるんだ、でそれは信じる理由にはなるんだっていうふうに私は思いました。先週もこういう図を見せましたけども、人が何かをですね、買う購買活動と似ていて、神様を信じる、聖書を信じるという時に、信じる理由とか逆に信じない理由っていうものがあって、そのバランスで人は何かを決定するのかもしれません。しかし、先ほども言ったように、人々はこういうふうに考える。世界が悪と悲惨で満ちているということと愛の神が存在するということはこれ矛盾するよねと。だから、ね、これが神を信じない理由なんだっていう、そういうふうにお考えになる方がいっぱいいるんじゃないかと思いますが、ここが矛盾しないということが分かれば、論理的にね、矛盾しないんだっていうことが分かれば神を信じない理由にもならないじゃないんですかということを、このメッセージシリーズの中で言わんとしているわけです。これが私のそのポイントなんですけどね。で、理解しなければいけないのは、私がこのメッセージの中で語ることが感覚的にピンとくるかどうかではないんですよね。むしろ人間の感覚だとピンとこないんですよっていう話をしてるんです。神様の視点と人間の視点、考え方と人間の考え方は違うので、人間の感覚ではピンとこない。けど、論理的に考えると、ここが矛盾しないという説明が可能なんじゃないでしょうかっていうことがポイントなんです。この説明が好きかどうかじゃないんです。ピンとくるかじゃないんです。でも、こういう可能性があり得るんだから信じない理由にはならないよねっていうことが、言いたくて、一生懸命こうね、話をしているわけですね。
で今日はですね、先週話したことと、まあ、あのテーマ的には少し被ってくる部分が1と2は被ってきますが、先週言い切れなかった部分を補足していきながら、まあ、説明していきたいと思います。まず1つ目、はい、まあ、テンポよくね、いきたいと思いますが、人間に自由意志が与えられたっていうね、ことがこの世のさまざまな悪を説明する、一つのポイントではないかと思います。まあ、先週はこの世の中の苦しみはことごとくそもそも人間側の責任だっていうことを話しました。私たちは神の責任だっていうふうに思って、神はいないっていうふうになるんだけど、そうじゃなくて聖書によると人間の責任なんだっていうのが聖書の側のポイントで、まあ、それをもう少しちょっと復習していくと、創世記にはですね、この神様が最初の人を作った時、アダムとエヴァですね、作った時に、まあ、このエデンの園に、一つの木を置きましたと。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、そのときあなたは必ず死ぬ。先週の礼拝の後の Q&A の時にですね、まあ、この話を少ししましたけども、この時に神様は人に自由意志を与えたんだ。自由意志というのは選択があるということなんだっていうことを、まあ、話しました。つまり、この一本の木がその中に、食べてはならないという一本の木がその中になければ、人が神に背くという選択肢はない。つまり人は神様の思い通りにできる存在でしかないということであります。なぜ神がこの木を置いたのかというと、それは人間が神に背く自由も神に従う自由もその選択肢が与えられていて、そしてその選択肢があるんだけど、神に従う方を選び取るときに初めて神様との本物の愛の関係が成立するんだ。愛の関係が成立するためには自由意志が絶対になければならない、ということが言えるわけです。しかし人はその反対側を選択してしまいましたというのが、まあ、聖書の語っている人間の悲劇なんですということです。人類最初のそして最大の選択ミス、それがこの木から取って食べたということなんです、ということです。そして、人に選択肢が与えられているということはこの、ね、現代でもそうなんですということです。使徒の働きから抜粋してますが、これはですね、ペテロという人がこの復活のイエスを述べ伝えるときに人々に語ったメッセージから抜粋した言葉ですが、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいっていうんですよね。あなた方がどうするか、あなた方の選択なんですよ。神に立ち返るも立ち返らないのもあなた方の選択なんですよ。しかし神に立ち返るならば、そこには祝福が、救いがありますよ。罪を拭い去っていただくことができますよっていうふうに言われました。最初の人アダムが選択が与えられたように、今の私たちにも神を信じるか神に従うかどうかという選択が与えられています。そしてこの自由、選択の自由があるということは、自由というものには必ず責任が伴います。つまりどんな選択をしても自由だけど、その選択の責任は取らねばならない。神様はこの最初の時も今もこの神を信じないことによってどうなるかということを、言っておられます。信じなかったらこうなるよ、信じたらこうなるよということを神は明確に提示しておられます。そしてその情報を得た上で選択をどうするかあなたの自由ですけども、その選択の責任は自分で取らなければならない。人間が神に背いて歩み出した時にさまざまな苦しみが入ってきたのは、それは神様が、最初から言っていたことです。私たちこう考えます。自分のせいではなく、まあ、パンダは別に意味がないんですけど、自分のせいではなく、被害に遭う人々をなぜ神は助けないのかってね、
思います。あの人たちには罪がないのにって思いますよね。で、ヒトラーが大量虐殺をした時に、なぜ神様はこのユダヤ人たちが殺されないようにすることもできるはずなのになぜそうしないのかって思うわけですけど、罪人はヒトラーだけじゃないんですね、この中にね。もうちょっとたくさんいるんです、罪人は。みんな罪人なんですね。私も罪人なんです。で、私は人を殺したことはありませんけども、人を傷つけたことあります。一回ぐらいは。嘘です、もっといっぱいです。はい。人生で何度も人を傷つけてます。でね、神がヒトラーが自由意志によって他人に害を加えるということを神が止めるということは、それはすなわち私も止めなければいけないということです。神がこの世の悪を一つ一つ潰していくということを、できますけど、それをするということは世界中の人の歴史の中で世界中の人がしている全ての悪を一つ一つ潰していくなければいけなくなるということになります。その基準でいけばね、そうすればいいんじゃないのと、そうすれば世界はユートピアになるんじゃないの、いいじゃない、そうすれば神はできるならって思いますが、神様はそういうユートピアを、ユートピアじゃないんですけどね、厳密に、でもユートピアというふうに表現しましょう、便宜上。それがユートピアで、ユートピアがいいんだというのであれば、神様は聖書によるとそうだよ、ユートピアを作るんだよ神様っていうのが聖書の言っていることです。聖書では神様が彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる、もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるって書いてあります。つまりやがてそうなるんです、そういう世界になるんですっていうのが聖書の言っていることです。でこれがですね、2つ目のポイントにつながってくるんですが、この時という概念、2つ目、これも先週のポイントとを少し補足しながら言っていくんですけどね、神様の視点から見た時のその時という概念をある程度理解しないとわからなくなってくると思うんですね。私たちは日常生活の中でも、これこれは時間の問題だよっていう表現ありますよね。やつが屈服するのも時間の問題だなとか、そういうのあります。そういうセリフありますよね。で、時間の問題だよって言った時に、それ何意味してるかっていうと、結果はもう決まってるんだっていうことですよね。結果はもうそうなるっていうことは分かってて、あとは待つだけだっていう時に、時間は短いか長いか分かんないけど、もうどうせそうなるっていう時に時間の問題だって言うと思うんです。で、やがて理想的な世界が来るっていうのは、これは時間の問題なんです。でこの図はですね、先週もお見せしましたが、いなかったね、エイチ君はね。私たちはこのですね、時間の中で生きてますよと。で、私たちのちっぽけな視点で見ると、これは永遠のように続くような感じがしている。この苦しい悲惨な、この世界がいつまでも続くような感じがしているので、絶望感に襲われ、そして神を否定したくなるんだと思います。が、この時間っていうのは神様のこの目から見ると、この永遠の視点を見ておられる神様から見ると、これはもう天みたいなもんなんですっていうことを先週言ったんです。で、この時間の中で起こることは、重要ではないわけではありませんということも先週言いました。極めて重要です。私たちは時間の中で生活していて、この地球の歴史、人間の歴史の中で起こることは永遠に対するその影響力があります。例えば先ほどの子供メッセージ言ったように、私たちが今行うことによって天に宝を積めるかどうかということも、決まってくるというふうに聖書は言ってたりするわけですよね。例えばそういうこともあります。でね、面白いことにね、
あ、で、この世界の悪というものは人間の罪だけではなくてもう一つ要素がありますね。悪魔の働きです。悪魔がたくさん働いてますよっていうのが聖書の言ってることです。で、面白いことにね、悪魔もね、この時間の問題だっていうことを知っているっていうことが、例えばこういう箇所からわかります。これはですね、イエス様がある人の悪霊を追い出すシーンですけども、イエス様があるガダラ人の地っていうところに行くんですね。それから向こう岸のガダラ人の地に、まあ、これイエス様がお着きになると、で、悪霊に疲れた人が2人墓から出てきて、イエスに、出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであった。すると見よ、彼らはわめいていった。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しみに来られたんですかっていうんだよね。悪霊が言うんです。ちょっと約束違うじゃんって言ってるんですよね。でね、悪霊、悪魔はまあ奇妙なことに、悪魔もやがて悪が滅ぼされてしまうっていうことね、要するに期限付きだっていうことを知ってるんです。で、イエス様が来た時にビビって、ちょっと違うんじゃないの神様、約束こ、ね、時があるはずでしょって言ってるわけです。悪魔が活動が許されている、この世の中ですが、神様はそれにも期限付きですよと。時間の問題でその悪魔も滅ぼされてしまうことになりますというのが聖書のこの時間の、感覚なわけですよね。やがて終わりくるんだよと。時間、ね、皆さん映画見るときに映画って、まあ、2時間ぐらいでしょ。で、例えばハリウッドのね、いわゆるヒーローもののスーパーヒーロー、ムービーとか見ることありますか。スーパーヒーロームービーっていうのは要するに、例えばスーパーマンとか、バットマンとか、スパイダーマンとか、まあ、日本版で言えば仮面ライダーとかウルトラマンとか、まあ、そういうやつです。スーパーヒーロームービーね。ね、私個人的にはスパイダーマンが結構好きなんですけど何でもいいです。映画見始めるときにね、そのスーパーヒーローが最後勝つっていうことを知ってるでしょまさかそういうムービーはですね、必ずパターンが一緒で、悪いやつが出てきますよ、正義の味方が出てきますよ、正義の味方が途中で必ずピンチに陥りますよ、だけど最後は正義が必ず勝ちますよっていうパターンになってるじゃないですか。で、私たちは映画を見るときに必ずそういう、ね、最後納得のいくエンディングが必ず来るっていうことを知ってて見るわけです。で、途中ドキドキもするんだけど、心の底ではちゃんと最後は正義が勝つようになっているって思って、映画の最後2時間経てばそれが必ず来るってことを知ってて見てるんですね。これスパイダーマンが結局負けちゃって、悪いやつが結局勝ちました、終わりってそういう風になったらね、嫌でしょ。でも絶対そうならないって知ってるんです。だからドキドキはするけど安心して見てられるわけですよねこの地上のですね、悪を見て様々な理解できないことを見て、人間のピンチを見て、それで、これはもうね、こんな世界を作った神様に信じられないっていうふうに結論をつけてしまうことは、それはあたかもこういうヒーロームービーを見ながら、途中でヒーローが、あ、やばい死にそうだ、これはもう見てらんないやっつって、こんなストーリーを作った、まあ、作者も監督ももうちょっとね、感覚、そういう神経信じられないわっつって映画を見るのをやめてしまうようなものだと思いますね。作った人から見れば、最後まで見てくれよと、最後まで見てくれよと、そしたら納得いくから、必ず正義が勝利するエンディングが来るんだよというのが、時間の問題なんだよというのが聖書の
ストーリーだと思います。なぜこのですね、今の私たちが生きている世界で人間の罪による被害者、人間がやる悪事による、まあ、被害者がいたり、悪魔が横行するのを神が許されるのか、そんな待たずにすぐ終わりにすればいいじゃんって、ね、思うかもしれません。もう今日終わりにすればいいじゃんって思うかもしれません。その答えは、まあ、はっきりとは分かんないかもしれませんが、多分一言で言えばそこに神様のドラマが展開しているからと思います。この悪の満ちた世の中にも神様の計画があって、そこには神の救いのドラマが展開しています。神様がこの地上の中でどのように介入し、そしてこの悪に満ちた世界の中でも神様を信じるという本物の信仰者が生まれてくるという土壌として、この世界が今なお存在しているということが一つ言えるんじゃないかと思いますが、それについてはまた来週も少し、触れていきたいなと思うんですね。で、そういうね視点を神様は持っておられる。時という概念を、今の世界は永遠ではないということをもう一度強調したいと思います。さて、少しここでね、じゃあその神様信じないほどにどんなメリットがあるかってことも考えたいんですつまり世界は悪で満ちてるよね、悪の犠牲者で満ちてるよね、罪のない人たちが悲しい思いするよね、たくさんのね、子供たちが、若くして亡くなるよね、だから神はいないっていうふうに言ってしまうことがどんな希望やどんな喜びやどんな生産性をもたらすのか、まあ、先に言うと何ももたらさないと思います。世界のですね、悪や不公平のゆえに神を信じられないという人はまず、ね、実は神様に、ね、心の奥底では神様がいると思ってるんだけど、その神様に腹を立ててるだけなんじゃないかって私は思いますね。要するに拗ねてるだけなんじゃないかなと思います。神様信じてやんないよ、神様本当に腹が立つ、こんな世界はほっといてって聖書の中でも預言者がなんで神様もっと早く立ち上がってくれないですかってそういうふうに叫んだりしてますけど、実は心の底では神の存在に気づいている、だけどこの世界を見るときに腹立ちを抑えきれない、神はいないよって言いたいっていう、そういう心理を持っている方が結構いるんじゃないかと思いますが、そういう方にですね、神様本当はいると思ってるけど怒ってるだけなんでしょっていうふうに言ったら絶対に認めないと思いますね。なぜかというと人は、図星の指摘をされると、ね、ムキになって否定したくなるからです。私もねそうですよ、妻にね痛いところ疲れるとムキに、例えばね道歩いてて、ちょっと横にその辺にある車の、ガラスとかで、ね、ちょっと髪型直したりとかして、妻がもう髪型なんか気にしなくていいよって言った、気にしてないよ無気になるってことは気にしてるってことですけど要するに図星の指摘をされるとね、まあ、絶対そんなことないよって言いたくなるのが人の、まあ、心理だと思いますね。だから認めないと思います。ほとんどは実際にそうだったとしても認めないと思います。2つ目の可能性としては、いやもう本当に神はいないと思っている、ね、心の底から神はいないと思っている、この世界を見た時に神は不在であると結論せざるを得ないと心から思いましたという方もまあいらっしゃると思いますね。でしかし、それはこの世界が悪で満ちていて神もそして永遠の世界もないんだ、この世はこの世で終わりなんだということは、これはすなわち希望もない単なる絶望の世界であるっていうふうに言ってるに過ぎないっていうことです。で例えば愛する人を亡くして打ちひしがれてる人に対して本当神様いないよねって言ってみたところで、それはこの世で終わっているんですよって言ってるだけであって、むしろ
この世の悪はちゃんと神様が清算する時が来る。さっきのムービーの例えで言えば、最後は正義が勝つ時が必ず来る。そして私たちには永遠の世界という希望があるんだよって言った方が、はるかにこの悲しんでいる人、苦しんでいる人、私たちがこの見ている世界で、本当に辛い思いをしている人にとって慰めになり希望になるんじゃないかと思いますね。つまり神はいないって言ったって何の生産性も喜びももたらさない。聖書では永遠の世界があるということは私たちにとっての究極の希望だって言いますね。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。この時代のクリスチャンたちもたくさん迫害に遭ってたわけですよ。で、苦しい苦しい思いをしていた。だけどね、それで終わりじゃないんだよ。必ず、希望があるんだよっていうふうにね、言っているわけです。ですから、世界の悪を見て神はいないと思っている方は本当にそういう結論を下したいかどうか、まあ、考えていたらいいかなと思いますけどね。で、私はよくですね、人は信じたいものを信じるんだけどそれは必ずしも正しい選択じゃないんだっていうことを時々言うんですけど、私たちが神を信じるのは、でも厳密に言うとね、その天国や神様を信じるのはその方が希望が持てるから、だから信じた方がいいかっていう、それだけの理由ではないっていうことが最後のポイントで、ちゃんと神を信じる理由っていうものが存在しますというのが最後のポイントです。私にとっては冒頭でご紹介したように、信じない理由っていうのは究極的には何も存在しないって思いました。分からないことはある。でも分からないことは信じない理由にはならない。だけど信じる理由はうんとこさあるあるんですよ。聖書っていうのはですね、もうあらゆる角度から研究されていて、いかに信じる理由があるかっていうのは、もうこれは哲学的側面からも歴史学的側面からも人類学的側面からも、まあああらゆる側面から、倫理的側面から、心理学的側面から、いろんな側面から、なぜ聖書を信じると素晴らしいか、なぜ真理が聖書が真理であるかということは、いろんな角度からいくらでも信じる理由をリストアップすることができると思います。また私がいつもここで語っているのは、主に聖書を信じたらどれほど素晴らしいかということを語っているので、いわばどちらかというと信じる理由についていつもここで語っているんだと思います。いろんな理由がありますが、今日一つポイントとして挙げたいのは、その大きな部分としてキリストの十字架と復活が私にとってのですね、そしておそらく多くの人にとっての信じる理由ですよ。私たちがですね、この世の悪を見てると神が不在であるように思えるって言うんですけど、神の不在をですね体験したのは私たちだけではありません。最も神の不在を体験した方がいます。イエス・キリストです。十字架にイエス様がかかった時、人々はね、こういうふうにね、イエス様は十字架かかってるでしょ。それを見ていた群衆があざけてるんですよね。で、どういうふうに言ったかというと、彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。今、十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから、っていうふうに人々があざけるんですけど、これはですね、見事な十字架の定義ですよ。見事に十字架を定義している。まさにその通り、イエス様は他人を救ったが、この十字架において自分を救うことはできないんですね。なぜかというと、もし自分を救ってしまったら十字架にかかっている意味がなくなるからです。
イエス・キリストという方は神であり、そして神の子なんですね。これ三位一体という教理ですけど、ですから極めて私たちの思考だと奇妙なことですが、イエスが十字架にかかるときに神ご自身が神の不在を体験しているっていう表現が可能になると思いますね。神である方が神の不在を体験するんですよ。神に助けてもらえない。で、私はよくですね、十字架というのはこの世のあらゆる理不尽さと、この世のあらゆる悪と、そしてあらゆる人間の悪、人間の罪が凝縮されて、そして神の御子の上に降りたようなものなんですっていうようなことを言います。歴史上最も正しい人が最も残酷な刑で死ぬ、こんなに理不尽なことがあるでしょうか。それが起こったのがね、私たちはこの世は理不尽だ、神はいないって言うけど、それを最も体験したのが神の御子自身であるっていうことを思い出さなければなりません。なぜイエスが十字架にかかったのかという理由を、イザヤというですね、預言者が言ってます。これはイエスが十字架にかかる何百年も前に書かれた、このメシアが十字架にかかる理由です、預言です。それが起こる前に、すでに預言者がイエスが十字架にかかる理由をはっきりと述べてるんですよね。こういうふうにね、イザヤは言ってます。誠に彼はっていうのは、これは救い主のことですね。やがて来る救い主のことです。彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ヒットラーの罪も、私たち一人の罪もここに置かれたんだよっていうのが聖書で言っていることです。神様は今の世の中で悪を取り去らないし、悪の犠牲者が発生することも全て取り去ることは、しておられませんが、その代わりの答えを私たちに提供しています。それは神ご自身がその人間と悪魔のその悪、あらゆる、汚れを、汚さを、汚物を自らその上にかぶるという行為によって、私たちに救い、もっと大きな、もっと永遠の救いをもたらすという形で、神様は私たちに答えを提供しているんだと思います。でね、先週、まあ、やはり Q&A の時にある方が、物を買う買わない時と同じで、神様を信じるか信じないかも比較の問題がありますよねってコメントをしてくださいました。つまりいろんな神様がいて、どの神様、本当に聖書の神様は一番いいかどうかわからないってね、これは本当に素晴らしい指摘だと思うんですけど、そういう視点でその神様を選ばないということもありえますよね。それが信じない理由であることもありますよねっていうふうにおっしゃったんですが、その通りだと思いますが、その観点で言えば、比べてみたらいいと思いますね。そしたらば、聖書のような、聖書の神様のような神様は絶対にどこにもいらっしゃいません。イエス・キリストのような方はどこにもいないということに必ず気づくと思います。もし偏見なく、いろんなものを比べてみるならば、いかに聖書の神が得意な存在であるか、イエスが得意な存在であるかということに気づかずにはいられないと思います。人間の罪を背負って自分が死のうなんていう、そういう自分が犠牲を払おうなんていう、そういう神様はどこにも存在しません。で、私にとってはですね、それが究極の信じる理由なんです。聖書を信じる理由は何かと言われれば、この世界の悪や理不尽に対する私たちのこの根源的な、もう心の奥底から出てくるこの疑問に対して、どうしてですか神様っていう、どうしてこんなこの世の中あるんですか神様っていう、その私たちの叫びに対する十字架が究極の答えになっているので、私はこれを信じるっていうふうに思うんです。で、これをですね、
うまくね、この感覚、この感覚をどうやったら言葉で説明できるのかっていうのはなかなか難しくて、自分の中ではすごくわかるんだけど、この感覚はどう表現することができるかっていろいろ考えて、あれに似てるんじゃないかなって思って思いついたのが酔いと負けの歌酔いと負けの歌。皆さん、私は三輪明宏さんの、まあ、ちょっとファンであるとは言い難いですけどファンではありませんが、この歌の歌詞は私素晴らしいと思うんですね。ジーンときます。これちょっと最初からではなくて途中から抜粋してますね。酔いと負けっていうのは土方の仕事のことですね。工事現場でへっこらせ、ってやる、汗水垂らしてやる、この泥臭い仕事のことです。で、子供の頃に小学校で酔いと負けの子供、汚い子供、親が酔いと負けやってるよ、といじめ抜かれて生やされて悔し涙にくれながら泣いて帰った道すがら、母ちゃんの働くとこを見た、母ちゃんの働くとこを見た、姉さんかむりで泥にまみれて日に焼けながら汗を流して男に混じって綱を引き、天に向かって声を上げて力の限りに歌ってた、母ちゃんの働くとこ見た、母ちゃんの働くとこ見た、慰めてもらおうと抱いてもらおうと息を弾ませ帰っては来たが、母ちゃんの姿見た時に泣いた涙も忘れ果て帰っていったよ学校へ勉強するよと言いながら、あれから何年経ったことだろう、高校も出たし大学も出た、今じゃ機械の世の中で、おまけに僕はエンジニア、苦労苦労で死んでった母ちゃん見てくれこの姿、何度か僕もぐれかけたけど、ヤクザな道は踏まずに済んだ、どんな綺麗な歌よりもどんな綺麗な声よりも僕を励まし慰めた、母ちゃんの歌こそ世界一、母ちゃんの歌こそ世界一。いじめられて苦しんでるのは母ちゃんがこんな仕事してるからなんですよね。母ちゃんの仕事のせいで、まあ自分がこんな苦労してると。で、母ちゃんもっと慰めてくれよ、ね、もっとこれ助けてくれよ、母ちゃん助けてくれよって思ってんだけど、母ちゃんが自分を食わしていくためにどれぐらい汗水垂らして苦しんで大変な思いをして必死に働いてるかっていう姿を見た時に、もう言葉による説明なんかいらない、もうその姿が彼にとっての回答になってるんですよね。そしてその姿が彼の態度、彼の神、母ちゃんに対する見方、一切を、そしてその人生を変えていきましたっていうことがこの、歌詞だと思うんです最後、どんな綺麗な歌よりもどんな綺麗な声よりも僕を励まし慰めたのがその母ちゃんの歌なんだよ、その母ちゃんの姿なんだよ。神様、いえ母ちゃん抱きしめてくれなかったかもしれないけど、あの姿が私にとって答えになってる。同じことが十字架にも言えるんじゃないかと思うんですよね。私たちこの世の中で神様に文句あると思います。だけど神が私たちを救うために何をしてくださったのか、どれほどの苦しみを負ってくださったのか、その姿を見たときにもはや言葉はいらない、イエスの十字架の姿が全ての私たちのに対する究極の回答になっているというふうに私は思うんです。最後に、イエス様は復活されて弟子たちに現れたとき、それをなかなか信じなかったトマスにこういうふうに言われましたね。信じないものにならないで信じるものになりなさいって言いました。2つの選択肢があるよ、信じるという選択肢、信じない選択肢ありますよ。この言葉何の論理性もないですよね。何の論理性もない、何の説明もないけど、トマスにとっては復活して目の前にいるイエスがもう全ての回答になっているわけです。で、私たちもですね、イエスの姿は見ませんけど、聖書を通して示されているイエスの死と復活を見るときに、それは私たちにとっての大きな回答になっていると思います。そして神様は信じる方を選択しなさいとおっしゃっているなと思います。お願いします。愛する天のお父様
分かんないこともたくさんありますし、けどもどうか私たちが本当に神様が提示しているこの希望をもたらす真理の方を選ぶことが、ことを選び取ることができますように。神様、どうぞ私たちにあなたが見ているような視点でこの世界を見ることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。アーメン。